皆様ようこそお越しくださいました。善喜と申します。今回ご紹介させていただきます直眼はバンダイさんより発売されておりますミニプラマシンロボデュエルになります。こちらマシンロボという、まあ、シリーズというか新たなシリーズ展開されるミニプラみたいなんですけれども、マシンロボ自体があの1980年代ですかねから続いているほぼ40年ぐらいもうガンダムに匹敵するぐらい歴史のあるブランドになります。こちらの食玩なんですが、まあ、発売されて相当日数経っているものですから、この動画をご覧の皆様も店頭とか、コンビニとかでご覧になったことがあるかと思います。で、なんでこのタイミングで買ったかこの紹介するかっていうのもあるんですけれども、まあ一番の理由がちょっと大変失礼な言い方になってしまうんですが、特にこの3番ですね、まあ、これが中に入っている飛行機でロボットになるよってことなんですが、正直これを見た時にかっこいいと思えなかったんですよね。まあ特にこの腕的なところとかで、価格的にもまあ300円手頃ではあるんですけれども、あともう一つちょっと悩んだ理由というのが、まあ、こちら全8種類ってことなんですけれども、まあ、実際8種類とは言っても、まあ、側面にラインナップ書いてありますが、こうやって並べてみると分かりやすいと思いますが、基本的にあの8種類といってもいわゆる正義の味方と悪役の方、全く同じようなデザインのもので色違いで、計4種類ずつの敵味方合わせて計8種類ということになってます。で、どっちかが選んで変えれるっていう風だったらよかったんですけれども、まあ、これはあの正義の味方の方の、ポリスロボエースのパッケージなんですが、この悪者の方のデモンタクシーロボスペードの、どちらか1体が入っていますということで選べないんですよね。どっちかが入っているということで、その選べないっていうのはちょっと難点だなっていうのもあって、まあ、ボックスで買えば全部揃ったとは思うんですけれども、まあ、これ発売されてから店頭でしか見かけてなかったので、ちょっとボックスで買うことは、まあ、今からでもできなくはないと思うんですけども、ちょっとそのデザイン的なものとか、このラインナップとか見てうんって思ってたんですが、いや待て、ちょっと改めて調べてみようと思って、このマシンロボデュエルバンダイさんの公式サイトの方とか、あとスタッフさんのブログとか拝見したんですけれども、そのスタッフさんのブログによると、こちらのキット、まあ、これは例えばの、パトカーからロボット、まあ、これタクシーからロボットの変形ということなんですけれども、だけではなくって、例えば他の、まあ、今回です234、種類でいうと4種類揃えてあるんですけども、他のもの同士をバラバラにして組み替えると、自分で好きなように、まあ、差し詰めあのブロックおもちゃのように組み替えることができるというのと、まあ、ちょっとあの本筋とはずれるんですけれども、公式サイトの方に、マシンロボスタートアップっていうタイトルだったと思いますけども、オリジナルの主題歌があるんですね。で、これが結構熱くて気合いの入ってる曲で、じゃあちょっと買ってみようかなっていう風に、まあ、変な理由でスイッチが入りまして、今回とりあえず1から4番まで4種類買いました。当然中身があのどっちかということなので、4つ買ったところでもしかしたらこう、まあ、当たり前でも互い違いというか正義と味方が入り乱れるとは思うんですけれども、まあ形状的には同じものですし、変形合体ギミックの多分構造も同じだと思うので、まあ、そういったのも含めてご紹介できたらなと。で、オリジナルの合体とかもできたらお見せしたいなと思っております。ではまたいつものように、1箱目だけまず中身どんな風かっていうのをお見せした後で、残り234、こちらのチームガーディアンかチームデモン、どっちが入ってたかなっていうのも合わせてご紹介していけたらなというふうに思います。で、こちらですね、パッケージの内側に印刷されている詳しい組み立て方を必ずお見くださいということなので、パッケージは破らずに綺麗に開けた方がいいという風なんですけれども、これ上にここから切り取ってくださいっていうペリペリペリっていうのがありつつ、ここにもオープン2箇所で、ここにミシン目があります。まあ開け方としては丁寧というか、
まあ、今大切なことなのでこういうふうになってる感じですかね。で早速1箱目、ここの、まあポリスロボエースかレモンタクシーロボスペードが入っていると思われるこの1番、どちらか分かんないですけど開けてみます。個人的にはせっかくだったらポリスの方がいいですけども、まあデモンでもいいですね。と言ったらデモンでした。パッケージはこんな感じで、ヒロプラとあとはシールからガンですね。で早速こちらを組み立てて残り3つも一気に完成したものをお見せしたいと思います。というわけで4個組み上がりました。まあ残念というか惜しいことにこのジェットだけがガーディアンで、あとの3つがデーモンでした。まあデーモン揃ったらよかったかなとは思ったんですけども、まあ変形合体は共通のジョイントで行うので特に問題ないのでこのままでいいかなっていう感じです。で一つ一つご紹介する前にまず手前に並んでるこの小さなパーツですね。ちなみにこのパーツはこのタクシーの、今マシンモードですけどもロボモードになった時に、頭部にくっつける飾りパーツで、マシンモードではこれちょっと残念ながら余ってしまいます。でパッケージに書かれてましたこの各商品に付属している武器パーツを4種集めるとアームズボーイ、デモンボーイが完成っていうのをちょっと、まあ、先にお見せしたいと思います。まあ今回あのガーディアンとデモン混ざっちゃってますけど特に問題ないのでいいかなと思います。これはタクシーについてた両足と、エクスプレスについてた腕、でジェットについてた胴体、でショベルについてた腕ですね。まあ、組み替えっていうか、まあ、合体とすごく簡単なものなんですけれども、差し込んで、これもここに入れて、で、腕ですけども、この、肩に当たる部分のこの出っ張りがどうも後ろに行くようにつけるみたいですね。こうしてこれをくっつけて、これでまあデモンとガーディアン混ざっちゃってますけど、これで、まあなんちゃらボーイというのができましたということになります。一応自立もします。では一つずつご紹介したいと思います。こちらが1番のデモンタクシーロボスペードになります。まあガーディアンだったらポリスロボエースっていうことなんですけれども、造形はこんな感じ。ちなみにこれ大きさなんですけれども、こちら、タカラトミーさんのトミカと比べてみると、ほぼほぼ同じぐらいの大きさなんですね。長さとか。むしろトミカよりもちょっと幅が狭いぐらいなので、まあ、トミカのおもちゃとか持ってらっしゃる方は、そこのまあ、ファイヤーステーションとか、ああいったところでも一緒に遊べるぐらいの大きさですね。横がこんな感じで、前と正面。後ろで、こんな感じ。タイヤは一応、まあ、コロがついているので、で、コロ走行することもできます。で、この余ってたこの頭部パーツなんですけれども、まあ、ここの部分がロボモードの頭部なんですけども、まあ、後ろから変形した後に刺すんですけども、ここのピンですね。こちらにもピンがあって、このピンで差し込むんですけども、まあ、この状態でも、ガチッとははまらないですけども、差し込めなくはない。ちょっとバランス悪いですけども、まあ、こうしとけば、あまりパーツはなしになりますけれども、ちょっとバランス悪いので、やっぱ取っておきましょう。ではこちら、あ、で、ここの、出っ張りが、まあ、後で腕が刺さるジョイントなんですけれども、まあ、ちょっと見苦しいように見えなくもないですが、まあ、ドアミラーっぽいっていう風に解釈をすれば、これはこれでいいかなって感じですね。ではまずこちらの変形というか、差し替え変形ですね、をしてみたいと思います。まずこの部分を取ります。で、
ここの部分で分割。でこれが足になるんですけども、この足の間に挟まってるのが武器の銃で、両足を開くとこれが取り出せます。でこちらもさらに分割、まあほとんどバラバラですね。ここまでいくと変形っていうのは本当組み替えです。でここからロボットにしていきます。ここに差し込んで、右腕で左腕で頭に先ほどの頭部パーツ、これを後ろから差し込んで頭部で、腕の内側に穴がありますので、ここにこの銃を差し込んで持たせれば、これでロボモードの完成です。まあ組み替えなのでちょっとっていうのもあるかもしれないんですけれども、まあ、可動範囲としてはもう頭部がぐるぐる回ると腕が回る、肩のところでですね。で腰もまあ差し込んだジョイントがあるので、そこで左右にぐるぐる回る。で足はもうこの左右にしか動かないですね。前後とかには動きません。肘とか手首、膝、かかと、そういったとこはもう全部1個のパーツになっているので一切動きません。続きましてこちらがデモンエクスプレスロボラッシュになります。まあ列車ですね、動きはこんな感じ。まあこれはさすがにこれがミラーだっていう風な言い方を通用しないので出っ張っちゃってちょっとあれですけれども、まあ横から見るとなかなか新幹線っぽい列車のデザインじゃないでしょうか。あとこれはあのメーカーさんの公式ブログに書いてあったことなんですけども、このエクスプレスロボ2つあると、この後ろのここのジョイントでこう連結させることができるらしいんですね。まあ1個しか持ってないんでできないですけれども、あとこことここにコロがあるので一応コロ走行もできます。ではこれも変形合体させたいと思います。でこれあの他の4種類の中で一番そのまあいいというか、まあ組み替えが少ないんですけども、まずここが武器取り出します。でこの後ここの部分を引っ張って取ります。分割はここまで、まあ、先ほどのに比べるとだいぶ分割が少ないので出来はいいのかなって気がします。で左右に開いて、これが足ですね。まあ頭部は最後に、でこれを左右に分割、まあ、こっちが正面なのでここに腕を装着して、頭部これ180度回すって書いてあったんですけども、どうしてもこれぶつかってしまうところがこの肩の出っ張りのところなので、少し引き抜いて回すと。で腕に剣を持たせて、これでロボモードの完成です。続きまして3番のこちらのガーディアン側になりますけれども、ジェットロボスカイになります。造形はこんな感じ。まあ、ちょっと車輪の部分が本体に比べて大きいので、まあ、こうやって見てしまうとちょっと不格好かもしれないんですが、斜めに、まあ、車輪があまり見えない角度で見ると思ってた以上にかっこいいんですよね。ここがあの合体のとか変形合体のジョイントになるんですけども、こういう風になってるのが尾翼の一部みたいで特に違和感ないですね。まあ、これ頭ですけども、頭部ですね、ロボモードのちょっとむき出しになっているのはあれですけど、造形はこんな感じになっております。これも車輪がついているのでこう走行できます。ではこちらも変形させてみます。まずこの羽を下に抜きます。でここで分割で、これも分割するんですが、あの個体差かもしれないんですけど、私の場合ここの中のピンがすごく硬くてですね、ちょっと
手では取りにくいので、ちょっと画面外でマイナスドライバー使って外しました。こんな感じで、ここから合体させます。まあ、飛行機の時こうでしたけども、これがこうなって、これは頭部ですね。で、足の合体がちょっと面白かったなと思ったんですけども、先ほど見たピンではなくって、ここの尾翼にこの穴を差し込む感じですね。こういう風に反対側も同様にここに入れると。で、腕で、こちらもつけて、これでロボモードの完成。まあ、ご覧いただいたみたいに、あの腕はまあピンで刺さってるんで回るんですけども、足の部分がこういった四角いところに四角いものをはめるっていうことになってるので、足は一切動きません。で、頭部もこれ本体側とつながっている1個のパーツなので、まあ、こいつの可動範囲は腕ぐらいですね。そして最後4番デモンショベルロボ、これがブロークになります。造形はこんな感じ。まあ、このマシン状態でいうと、これが多分一番、まあ、大きさ的にはボリューム高さもありますんで、あとは色味もあって、これ一番作った時におおと思いましたね。デザイン的にも、まあ、このとこドリルついてるショベルないですけど、全体はこんな感じ。頭むき出しなのはちょっと気になるといえば気になりますけれども。で、これもここに車輪がありますので、これ走行できます。で、こちらもロボモードに変形させます。ショベルの部分を取って、さらに分割で、キャタピラの部分も外して、でここからの組み替えですね。まあ、先ほど見えてた頭部、ここにキャタピラの部分、つま先がありますので、これに合わせてここに差し込みます。で、腕、このドリルついてるのが右腕ですね。ここに、で、こちらが左腕。まあ、ここにあのシール貼るような指示があって、シールがある方が正面なので、まあ、右手で間違うことは多分ないと思いますね。これでロボボードの完成で、なぜかこいつだけあのこの足の部分がボールジョイントになっているので、まあ、他のと一緒に腕も回りますし、まあ、この場合はこのバケットの部分も動くんですが、こいつは足が、その、タクシーはあの左右にしか開かなかったとかいうのがあるんです。こいつはあの、前後左右、左右で結構ボールジョイントなので、膝こそ曲がりませんけども、あらら、取れちゃった。ぐりぐり、動きます。他のもボールジョイントしてくれたらいいのになとかっていうふうに作ってて思いましたね。あと、こちらのキットの特徴としまして、公式のスタッフさんのブログにもありましたように、全部のやつを一回バラバラにして、組み替えて遊べるというのがあるものですから、スタッフさんのブログの画像をもとに、ちょっと参考にさせていただいて、自分なりに、なんちゃらボーイっていう武器のパーツも含めて、余りパーツなしで全部合体させてみたのが、こちらになります。なんかどこぞの破壊神みたいな凶悪なデザインになってしまいましたけども、一応の余りパーツは全部なしで使い切っております。まあ、私自身センスないのでとてもこれがかっこいいとは言えないですけれども、余りパーツなしにこだわらなければ、まあ、公式のブログ参考していただいてもいいんですけれども、それなりにかっこいい合体ロボというか組み替え変形ロボが出来上がります。まあ、これはまあ一例というか、まあ、良くない一例として、ご参考にしていただければなというふうに思います。というわけで今回はバンダイさんより発売されておりますミニプラマシンロボデュエル1
チームガーディアンとチームデモン混ざってしまいましたけれども、一応1から4まで4種類の内容をご紹介させていただきました。正直申し上げて1個2個とか単体で作って、で差し替え変形とかやってる段階だと正直うーんって思うところもまあ確かにありました。デザインだったり色味だったりとかですね。ただ先ほどお見せしたあの、まあ、出来栄えの良し悪しはともかくとして、全4種を余りパーツなしで合体させる、あれまあ一応公式のブログの方を参考にはさせていただいたんですけども、それをもとに自分であれこれ組み替えていて、気づいたら小1時間ぐらい経ってました。そういった意味で考えると、これ1個2個、まあ、単体で見てその内容をどうこう判断するというよりは、2つ3つ集めて、まあ、仮にあの同じもので全く同じチームが被ってしまったとしても、そこから1回ばらして自分なりに新たに組み上げていくっていうのが本来のこのマシンロボデュエルの楽しみ方なのかなっていうふうに思いました。現時点ではすでに店頭で普通に売られておりますし、まあ買う基準として例えば飛行機が好きだ、ショベルカーが好きだ、ただそれだけの理由でこの2つだけ買ってみても、まあこれはこれでいいですし、まあこの2つで自分なりの合体ロボット作ってみるのもいいですし、1と3、2と4、なんだったら1から4まで全部っていう風に、買い方によっていくらでも遊び方とか組み替え方が広がる。そういった意味で言うと、最初にこのパッケージを店頭で手に取った時に受けた印象よりも、だいぶこのマシンロボデュエルという職業に対する印象は変わりました。1個の価格も税別で300円、非常にお手軽ですので、まあ、もしお見かけになった時には手に取ってみるのもいいのではないかなっていうふうに思います。それでは今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして、私の他の動画もご覧いただけるとありがたいです。最後までご視聴ありがとうございました。